はい、どうも皆さん、こんにちは。ツンツンです。今日なんですけれども、個人的にですね、今回の WCS 予選で一番、まあ、当たりデッキだったんじゃないかなっていうふうに思っている、まやかしについて、紹介していきたいなと思います。で、まやかしのレシピなんですけれども、まやかしで結果を出されたザルーグさんにですね、レシピのですね、使っていいですかっていうふうな許可をいただきまして、使わせていただいております。ただ、ザルーグさんのレシピは、ここサイクロンが、抜けていて、ヤシャが2枚。っていう風な感じでした。で、上位帯になった時には逆にアンワとかを抜いてサイクロンいっぱい積んでとかっていうのをされていたんですけれども、まあ、今回はそのランクマーっていうこともあるので間を取って、1枚1枚の採用とさせていただきました。で、ヤシャを2枚にしていた方が後手で相手に妨害を打たれた後のリカバリーっていうのをすごくしやすくなるっていう点だったりだとか、あとは、雪娘で結構バンシーを落としてっていう風な動きができたりとかするっていうところが強いです。で、具体的にはこのヤシャっていうモンスターは手札からこのカード以外のまやかし1枚を捨てて特殊召喚するっていう風な効果があるので、このヤシャを引いていると、まあ、1枚波順に妨害もらったとしても結構ヤシャを追加で召喚特殊召喚してで盤面を潰していきやすいっていうところがあります。で、バンシーを落としやすいってどういうことかというと、なんでまやかしが僕が強いかなって思ってるかっていうと、あのメインギミックでバンシーを落とせるんですよ。どういうことかっていうと、このつららのまやかし雪娘っていうのがいるんですが、こいつは、まやかしカードが存在するときに手札から特殊召喚できるんだけど、特殊召喚するときにデッキからアンデッド族一体を墓地に送ることができるんですよ。つまり、自分の展開をする流れで、バンシーにアクセスできるっていうところが非常に強いんですね。で、もちろんこの雪娘をすびいていたら、あの、波順効果で、波順召喚成功時に、アンデッド1体出せるので、まあ、まやかし1体特殊召喚できるので、ダッキを出してっていう風に、まあ、していって展開を作っていくことができるんですけれども、そうじゃない時とかっていうのも結構あるんですよ。で、その時は、まあ、波順から雪娘出すじゃん。で、この2枚で、例えば、雪女、つららのまやかし雪女作るじゃん。で、その後に、雪娘効果で、特殊召喚してバンシー落とすじゃん。で、つららの、あ、ごめん、たるひのまやかし雪女になるじゃん。で、そっからこいつを墓地に送るために、もう1体モンスターを横に並べたいんだけど、その横に並べるときにヤシャが使えたりとか、っていうのがあったりとかします。まあ、詳しく、どんな感じの動きをするのかっていうのに関しては、リプレイ解説やっていきたいなと思います。で、ちょっとね、ランクマだったので、まあ、あまりいいリプレイがすごい取れたわけじゃないので、二つぐらいですね、先行と後行のリプレイを今回は準備させていただいております。では、まずは先行のですね、リプレイなんですけれども、相手は対面大光天使でございます。大光天使は種族を天使族から変えられてしまうとかなりきついテーマとなっておりまして、まやかしはですね、めちゃくちゃ刺さっているテーマだと思います。まずこれだったら波順召喚、波順効果でこいつですね、つららのまやかし雪娘を特殊召喚します。つららのまやかし雪娘の効果で特殊召喚して、で、こっからの展開伸びないのであれば、ダッキを落とすしかないんですが、今回はヤシャを引いているので、大光天使ってこともあって、バンシーを落としていきます。で、このまま、2体のモンスターで、タルヒのまやかし雪女を作っていきます。さらに、ヤシャの効果発動。ヤシャをですね、まやかしモンスター1体送って、特殊召喚していきます。この時に落としたのが、毒のまやかしツカハギってカード。これはですね、実はすごく強いカードで、墓地に存在して、このツカハギ以外のまやかしが、あの、破壊された時に特殊召喚できるんですよ。なので、場持ちがすごく良くなるんですね、このツカハギがいる、ツカハギがいると。特に対面シャドールとか、シャドールはライフを取りに来ないといけないんですけど、モンスターを殴って、盤面取りに来るんですよ。で、その時に、このエクストラモンスターゾーンにいるモンスターは、グラビティコントローラーでデッキバウンスして、で、横に並んでいる火球とかを殴って盤面取ってくるんですが、その火球殴られます、殴られたら、ツカハギ出てきます。で、もう一枚壁ができるので、ライフカットしづらくてですね、結構詰んじゃうんですよね。っていうような、まあ、毒のまやかし、ツカハギっていう風なカードになります。私は
で、ここ2体で、たるひ、つららか。つららのまやかし、雪女を出していきます。で、このままアンデッドワールドまで貼って、で、スキル使って、シンクロ体を全種類落として、ターンエンドとなります。で、相手は天空の調律使ってくるんですが、アンデッド族になっているので、まず、アースになることは、あ、ごめん、アースじゃない、ムーンだね。ムーンになることはできないです。天使族に対でムーンにならなきゃいけないので。で、まあ、基本的には、ブラッドローンズドラゴンだけめんどくさいので、ケアったらいいかなーっていうふうには思ってます。で、こうやってローラン出てきて、あ、じゃあ、シャルル気をつけたいなーみたいな感じですかね。で、破壊の代行者ヴィーナス出てきたんですが、特殊召喚、自身の効果でした場合は、自身の効果使うことができませんと。で、プルートの効果使ってきたんですけど、浦島にできるの自分のモンスターだけなんで、天空の聖域をサーチしたかったのかなーっては思いました。で、天空の聖域張ってきて、ってなるんですが、ここで、ヨークを出していきます。ヨークを出して破壊しようとしたところ、聖杯撃たれてしまいます。ただ、この、ツラのまやかし雪女っていうのは、このリンク先にシンクロモンスター存在する限り、こいつ攻撃対象に選択できないんですよ。なんで、打点負けてるんですけど、殴られないっていう風な感じになります。では、この、ひとしずく使わずに霧を取っていきましょう。ここで足りてなかったダッキを出していきます。で、プルートでダッキに付加されます。で、タルヒのまやかし雪女出していきます。で、雪娘特殊召喚。この時に、このキュービーを落とすんですよ。このキュービーが強くて、墓地から特殊召喚成功したら、こいつ貫通効果を付与されるんですよね。で、さらに、月の下とかで埋まってしまったダッキーを救い出すことができるので、もうめちゃくちゃ強いです。これでプルートの裏締めにしたのが、ほぼ意味なかったことになりますね。で、じゃあ、さっきのタイミングでプルート効果使わなかったらどうなるかっていうと、タルヒのまやかし雪女は特殊召喚成功時に表側表示のモンスター1体効果無効にできるので、ここ無効になっているので、まあ、アッポで正直使わざるを得ないって感じだね。で、殴って、これで GG という風な感じになります。こういう風にですね、展開していくことができるので、まあ、アンデッドワールドに、メインギミックでいきなりアクセスするっていうのをめちゃくちゃしやすいデッキとなっております。なので、まあ、アンワイのアクセス率で言ったら、一番、まあ、一番はさすがに同波数だか。まあ、それにほとんど、引けを取らないようなアクセス率を誇っておりますので、非常に強いな、っていうふうな印象を受けました。では、次、後手のリプレイなんですが、後手相手ブルーアイズ先行なんだけど、ちょっとブルーアイズミスってるんですよ。ただ、一応こんな感じで回していくよ、みたいなところですかね。で、あとそうだ。ザレグさんのレシピには、永続魔法カードが入ってなかったんだけれども、今回入れました。理由としては、まあ、ご自身で、入れた方が良かったかなっていう風に、おっしゃられていたっていうところと、あと僕も個人的に対面していて、シャドール使ってた身だと、だからだと思うんだけど、その永続魔法があるとかどうかで、まあ、まやかし解除とかなんだけど、やりやすさが結構変わったので、今回入れさせていただきました。で、ここで融合召喚してきたんですが、これはちょっと意味がわかりません。はい、ハジュの効果を発動で、ダッキー今回は出します。バンシー引いちゃってるんでね。で、あと、雪娘もここにいるしね。で、このタイミングで相手は、受け継ぎし魂打ってきます。で、夜叉がいるので、夜叉の効果で特殊召喚、さらに雪娘出てきて、で、毒のまやかしを落としておきます。カグラさんとかはもう金アイコン、取ってるんだけれども、まやかしで。カグラさんは目月落とされていたので、ここ目月落とした方が、入ってるのであれば、まあ、後手のまくりに関しては、手数が増えていいかな、っていうふうに思います。なんで、目月もめちゃくちゃいいカードだな、っていうふうには思います。で、ここから展開していって、はい、さらに展開していって、で、まやかし回転打ちます。で、まやかし会合を墓地に送ります。さっき言った永続魔法ですね。このまやかし会合があれば、よしと、こうやって特殊召喚することができるので、手数が増えるって感じですね。で、こいつ残してるのは、タルヒのまやかし、あ、ごめん。タルヒ、あ、そうだね。タルヒの前貸しの効果で、こいつ効果無効になっているので、無効になってます。で、エクストラデッキを全部使い切って、まあ、その、
タルヒのまやかしをもう一枚多く墓地に落とすかどうかなんですけれども、これはタルヒのまやかしのフィールドでの効果を使いたいかどうかに依存します。例えばブルーアイズっていうのはリンギルスっていう破壊耐性持ちがいますよね。あいつが来ると結構めんどくさいんで、そこにタルヒのまやかしを当てたかったりとかするんですよ。やったらタルヒのまやかしは1枚エクストラデッキに残しておくとかになってきます。なんで、タルヒのまやかしの、フィールドでの効果を使いたいかどうかで僕は全部出すかどうかっていうのは決めてます。まあ今回に関しては殴って、リーサルなんで GG なんですけどね、どっちでもいいんですけど、はい。というわけでいかがだったでしょうか。今日はまやかしの紹介をさせていただきました。参考になればぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。